STS-88 で撮影されたザーリャモジュールザーリャ内部の様子、ザーリャとは最初に打ち上げられた国際宇宙ステーションのモジュールである。基本機能モジュールとも呼ばれ、機能的にはロシアのサリュート計画のために設計された TKS の子孫にあたる。ISS の組み立て初期における電力供給、貯蔵庫、推進、姿勢制御、誘導の各機能を提供した。 より専門的な機能を備えた他のモジュールが構築されるに従って不要になった機器は撤去され内部の余圧区画は倉庫圏・通路として使われるようになった。また外部の燃料タンクはその後も推進剤の貯蔵用として使われているがスラスタは使用していない。全長二点五五メートル、最大部の直径点一メートルで重量九点三トンザリャには ドッキングポートが3つあり、両端に1つずつと、もう1つは側面にある。一端にはズベズだが、もう一端にはピエメ -1 を介してユニティが取り付けられている。側面のポートは、ロシアのソユーズやプログレス補給船のドッキングに使われていたが、2010年5月に STS-132 でミニリサーチモジュール1が運ばれて、ここに結合された。 10.67メートル X3.35 メートルのソーラーパネルが2枚とニッケルカドミウム電池を6機装備しており平均3キロワットの電力を供給できたが2007年9月に P1 トラス及び S1 トラスのラジエータとの干渉を避けるためにソーラーパネルが折りたたまれ以後は米国側から電力供給を受けている十六個の外部燃料タンクには6トンの推進剤を 貯蔵でき24機の大型スラスターと12機の小型スラスターを持ち2機の大型エンジンで軌道の引き上げや軌道変更を行った初期にはバッテリー充電回路に問題を抱えていたが後に解決することができた打ち上げ時には ISS の規則から免除されていたためザーリアには米国基準並みの強固なデブリシールドは備えられて いなかったが、周囲を他のモジュールに囲まれて衝突リスクは低くなったため、ザーリャのデブリ強化策は考慮されていない。設計寿命は15年以上であり、ISS で最初に設計寿命に到達する予圧モジュールになるが、米ロで寿命延長のための構造評価などが行われており、2020年頃までは問題なく使用できると考えられている。 ザーリャという名前はロシア語由来のもので、日の出の意味があり、FGB への命名は、宇宙空間における国際協調が新時代を迎えようとしていることを表している。なお、ロシア語の発音では、第二音節にアクセントがあるため、ザーリャではなく、ザリャーとなるが、日本の科学技術庁及び宇宙開発委員会は、英語の発音に基づく、 ザーリャのカタカナ表記に統一することとしている。ザーリャは、モスクワにあるロシアのクルニチェフ国家研究生産宇宙センターで1994年12月から1998年1月にかけて製造されたもので、公式には米国が資金提供し所有している。計画の一部に組み込まれることとなったのは、ロッキードのバスマイナス1オプションよりも大幅に 低価格だったためである。契約の一部として、ほとんどの同一モジュールが予備として、KHSC で製造された。このモジュールの用途について様々な提案がされた。例えば、プログレス補給船の潜在的な大替機、ドッキングと貯蔵庫のモジュール、汎用のドッキングモジュール、商用モジュール、独立した宇宙ステーション等として用いることが提案された。 ザーリャモジュールの打ち上げ1998年11月20日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からロシアのプロトンロケットで打ち上げられ 400km の軌道に無人の状態で投入された。ザーリャが軌道投入された後の1998年12月4日にスペースシャトルエンデバーが打ち上げられユニティモジュールが接続された。この時軌道上で 初めて宇宙飛行士が入室し、備品の搬入や内部機器の整備を行った。6ヶ月から8ヶ月の間だけ自律的に飛行できるように設計されていたが、ロシアのサービスモジュール、ズベズダの遅れにより、ザーリャはほとんど2年間自律飛行しなければならなかった。最終的に2000年7月12日に、ズベズダが打ち上げられ、7月26日に、 ロシアのクルスシステムでドッキングした。ありがとうございます。